高校バレー史上空前の1万5000の大観衆を飲みました国立代々木競技場です。伝統の八王子実践か、去年秋の覇者古川商業か、女子の決勝戦は間もなく始まります。さて、お犬間さん、はい、まあ、対照的な両チームの対戦となりましたけれども。そうですね、あの華やかさはないですけども、コツコツとね強さを発揮してここまで来た古川商業ですね。それから片方、大林、大物がおりますね。八王子実践も十分今日は力を出して戦うと思います。それでは取り急ぎまして、両チームのスターティングメンバーをここでご紹介したいと思います。まず八王子実践高校からお伝えしてまいります。八王子実践高校は7年連続14回目の出場であります。東京の第一代表です。1番がエースの小松博子、2番が裏エースの関口博美、3番がセッターの高橋由紀子、4番がセンタープレーヤーの佐藤真希、6番がご存知超エーススーパースターの大林素子センタープレーヤー、そして8番がセッターの藤森美奈であります。一方、対します6年連続8回目の出場、東北代表古川商業高校は5番センタープレーヤーの大友陽子、6番センタープレーヤーの海老原理香、7番キャプテンエースアタッカーの宇津美香織、8番セッターの水沢由美子、9番エースアタッカーの内海博美、そして10番がセッターの坂本香織であります。両校とも2セッターを敷いておりますが、小島さん、八王子実践の2セッターというのは、はい、これはあのバレー部史上初めてだそうですね。そうですね、はい、あの1セッターで5人のスパイカーをですね、フルに使って戦ってきた八王子にしては珍しいと思いますね。そうですね、27年間の八王子実践バレー史上初の2セッターを取りました。まあ、あの高橋という3番のセッターがおりますけれども、はい、これを積極的に攻撃に参加させるためというふうに菊間監督言っております。まあ、一方の古川商業は高セッターの水沢と、それからセンス抜群の坂本の2セッターです。2人がよく打つんですよね。そうですね、攻撃に参加しているセッターですね。はい、さて、この試合の分岐点ですけれども、はい、この国分監督はですね、最大のポイントというのは、大林と小松のスパイクをどれだけ拾って切り返せるか、これが最大のポイントというふうに言ってましたがね。そうですね、はい、それとね、やはりこれ粘りじゃないかと思いますね。そうですね、さあ、いよいよ試合が始まります。第16回春の高校バレー女子の決勝戦、コートの左側、おなじみのグリーンのユニフォームが東京第一代表の八王子実践高校、そしてコートの右側が東北代表古川商業高校。八王子実践は決勝戦進出はこれが4回目、古川商業高校は初の決勝進出であります。八王子実践高校のサーブで試合が始まります。サーバーは2番の関口です。さて、この八王子実践のサーブがどれだけ走るかですが、はい、そうですね、コンビバレーを、ね、崩すにはやはりサーブですね。まあ、そうですね、まず初めから思い切って打ってきましたね。まあ、7番のキャプテンの内海香織であります。1m70cm、 身長はそれほどありませんが、とにかく大変なスパイク力を持っております。サーブ権を奪い返しました。さあ、そして今度は小松です。これはブロックに引っ掛けました。左奥に上がりました。もう1点内海。さあ、ネット上の押し合いです。高橋のジャンプトス、小松のクロス、これは決まりました。小松はクロスが得意ですからね、はい、あれが決まるとやはり調子を上げますでしょうね。ああ、そうですね、クロスパイクは超高校級と言われております。しかし、この大会は本来の調子じゃないんですね、小松がね。そうですね、昨日もちょっとね前半調子悪かったんですが、はい、後半戻しましたんでね、まあ、今日もそれが続いてるといいですね、その調子が。ああ、そうですね、さあ、サーブ権はまた古川商業高校に移りました。ああ、バックアタックを使いますが、大林、これは決まりました。このね、決定率がすごいんですよ、大林のバックアタックの。そうですね、実業団でもね、これだけの決定率の高さないですよ。はい、まあ、国分監督はこの大林のバックアタックは拾いたいというふうに言ってましたが、はい、さあ、今度は内海、いいレシーブ、これは取り込んだが惜しい。関口がフライングレシーブを見せましたが、ネットにかけました。両校とも譲りません。サイドアウトが続いています。これが5回目。サーバーキャプテンの内海。さあ、小松です。2枚ブロックがついています。リバウンドを取りました。そして大林、
今度は小町のフェイント拾いました。さあライトから水沢ストレート決まりました。この水沢ね、ストレート打ちクロス打ち本当にライトで旨味をね発揮している選手ですね。上手い選手だと思います ね、 そうですね。1m70cm、 歴代ナンバーワンの大型セッターでありました。今度は大林がタッチアウトを取りました。ただ大泉さんの心配されるのはですね、はい、昨日あの大林元子が左の肩を痛めましてね、はい、昨日実はあの治療してるんですが、はい、まだ痛いんですよね。触りましたね、はい、さあこの辺がどう響いてまいりますか。さあブロックです。これはよくフォローしています、うん、これは返しただけ。おっと9番の内海ひろみが返しただけでありますが、あこれはちょっとどうしたんでしょう。八王子線コートの真ん中に落としました。何か自分たちのペースが今つかみきれてないようですね。あそうですね。おっと今度は右手で大林が押し込みます。内海フォローしています。さあ今度はセンターから大友ブロックです。ブロックが決まりました。あの大林のブロックも武器になってますね。そうですね。今大会あの4試合で22本、したがって1セット当たりは 2.44 本という驚異的なブロックであります。さあ今度はライトから水沢ブロック、よくフォローしています。古川商業一塁ですがブロック、これはアウト。顔に当たりましたよ。はい、飛びすぎですか。あそうですね、はい、大林の顔に当たりました。1m66cm、 内海ひろみのスパイクが決まりまして、サイドアウト。サービスです。8番の水沢のサービスエースであります。これでポイント古川商業高校2対0。さあ古川が走り出しましたね、はい、あそうですね、さあこれもネットスレスレのサーブであります。大林のクロス、これは拾っています。よく拾いますね。よく拾います。さあリバウンドを取った、あったこれはドリブル、これもブロックポイントですね。あそうですね、はい、7番の内海香織がブロック、フォローしましたがドリブルを取られました。サイドアウトです。サーバー大林、このオーバーシのサーブを盛んに研究しておりました古川商業でありますが、今度はシークイッカー難航を見せました。チャンスボールは八王子さん、セクンチにブロック、これは決まりました。ちょっとね、トスが短いんじゃないかと思うんですよ。あやはり立ち相手ができるような長いトスを持っていかないといけないですけどね。はい、2回で第1セットの立ち上がりはまず、おっとこれもコンビが合わない。コンビが合いませんでした。ポイント古川商業高校3対0になりました。あの試合前に両監督にあの話を今さら伺ったんですけれども、はい、とにかくあの菊間監督はですね、実力は七三で古川商業高校の方が上、したがって気分的に楽に戦えます、こう言ってましたがね。しかしね、この選手のですね、はい、近くだったら言ったら遜色ありませんよね。あそうですね、経験が豊富ですね古川はね。そうなんですね。昨年の奈良国体のメンバーを全て残しております古川商業高校です。現在3対0です。サイドアウト、左オープンに上がりまして小松のクロスです。これはブロック、入りました。ブロックポイント、これで小松が調子が1本だけですね。あそうですね、良かったのが、はい、これで4対0であります。しかしどうもこの大会はいいサーブ、これもいいサーブです。ネットスレスレに入りました。八王子実践高校は立ち上がりが悪い傾向がありますが、さあ内海のスパイクです。これはライレクト戻りました。今度は速攻タッチ攻撃ですが、これはネットアップホールディングですね。サーブピンは八王子実践高校に移りました。先にですね、はい、タイプが全然違うって言いましたけどもね、ええ、今もういろんなところで攻めるバレーを振り返ってますでしょ。ああしかしこれもまた八王子さんに拾っていますが、7番の内海香織のスパイクが決まりました。次のことを考える前にですね、もうボールが飛んできてしまっているような、はい、そんな雰囲気がありますね八王子実践に。そうですね、攻めは早いですね。早いですね古川。古川商業高校の国分監督はとにかく一致団結人事を尽くして天命を待つというふうに語っておりますが、おっとちょっとトスが近い、これは打ち切れませんでした。7番の内海、ようやく八王子実践がワンポイントを返しました。はい、今トスを上げましたね、ジャンプトスを上げました10番の坂本ですけども、ね、はい、あのとってもいい運動神経、いい筋肉持ってますね。あ1年生なんですがね、はい、ボールの下に入るのがとっても早いんですよ。あそうですね、あこれもトス代わり
しかしブロック8番のセッターの水島が止めました。これで飯島さんがブロックは3つできますね、古川商業はね。そうですね、はい、やはり高さということもありますけれども、真面目にきちっと飛ぶということでしょうね。ああそうですね、大林のフェイントをよく拾っています。あっとこれは内海のスパイクは、これはアウト。9番の内海のスパイクアウト、サイドアウトで八王子戦のサーブです。サーバーは小松です。この小松のネットスレスレにいいサーブを打ちますが、これはセッターにきちっと戻っています。今のところサーブレシーブいいですね。いいですね。大きなチームではありません古川商業高校ですが、さあスローを見てみましょう。大林のブロックですよ。あそうですね、間抜けました ね、 今 ね、 ね。さあ現在4対1。さあ今度は大林、これはアウト。クロスパイクはサイドラインに終わりました。ポイント古川商業高校5対1であります。古川商業の方 で、 ですね、はい、点を取り方がねとってもねうまいんですね。あそうですね、まあ、これはちょっと止められないでしょうね。珍しく、はい、このセット初めてですよ。 あのような攻撃が出たのが。そうですね、やっと思うようなトスになったのかもしれません。はい、うん、これはいいサーブです。サーブ角がちょっと乱れた。水沢ブロックです。これはブロックアウト。その水沢が防衛に下がってサーブを打ちます。ご覧のこれが大林素子、1m82cm、 ソウルオリンピックの星とやれております。とにかく獅子奮迅の活躍でありますが、あっとラブレーを見せましたがブロック、またブロックポイントでやります。ここで八王子実践高校1回目のタイムアウトを取りました。左の肩が痛いんですかね。そうですね、少しずつでも、でももう痛いなんて言ってられませんよ、はい、決勝ですから。そうですよね、はい、絶対に勝ちますと語っておりました大林素子。ちょっと八王子戦は劣勢であります。さあそして一味のスパイクロスが拾っています。バックアタックは大林、これはアウト。アウトであります。ポイント古川商業高校です。7対1、6点差になりました。さあまた大林のバックアタック、これがアウト。8対1になりました。連続ミスですね。そうですね、昨日まではねすごい確率だったんですよ。あそうですよ ね、 ね、昨日までは 62.6% のスパイ決定率であります。昨日までは91打数で57本のスパイクを決めています。サーバーは関口、深いサーブを打ちました。これはいいサーブです。打ちですがブロック、これはアウト。しなやかですね、体が。そうですね、8対1、7点差リードしております古川商業高校。うん、これもネットスですね、いいサーブですね、はい、さあそして小松です。これはワンタッチを取りました。小松選手が今日の午前中9時半からこの会場で八王子戦高校練習をしたんですけれども、はい、どうも練習の時のスパイクがあまり良くありませんで、しかし本番では頑張りますと本人言ってたんですけれどもね、はいはい、意外とね試合の時のその日のですね練習で悪い場合試合でいいという結果が多いんですけどもね、まあ、小松にもそうなってもらわないとこの8点の差は厳しいですよ。そうですね、またブロックポイントが出ました。9対1、ここで2回目のタイムアウトを八王子戦取りました。これもサーブカットが乱れましたが小松、これは小松のスパイクが決まりました。しかし10対1、大差がついています。9ポイント差。さあそしてサーバーは佐藤であります。サーブは思い切って打たせますと言っておりました八王子実践高校の木間監督です。これは強烈、7番の内海香織の強烈なクロスパイクです。この人は肩が強いですね。さあ見てみましょ う、 もうブロックが飛ぶ前にもう打ち切ってますね。この選手は奈良国体の決勝で東京選抜完成した。あまたブロックポイントが出ました。11対1であります。あ一方的になりましたね。そうで
やはり国分監督のですね、もう念願であるこの大会の優勝ということがね、選手みんな力を合わせて取ろうとしてますよね。そうですね。今度はストレートスパイク、これがアウトになりました。12対1であります。すごいですね、決勝戦でこういうスコア、ちょっと珍しいですね。はい、サーバーは内海香織ですが、大林がプッシュ、これはうまく返しましたよ。そうですね、うまく返しました、さあチャンスです。大林、これはアウトです。これで大島さん、このセット12本打って3本しか大林決めてませんね。そうですね、不安になっていることがね、今のアウトになったボールで分かりますね。ああそうですか。13対1と大差がつきました。やっぱりフォローしておいてですね、大林にどんどん打たせることが大事かと思いますがね。ああそうですね、さあそしてサーバーは小松、これもセッターに戻りました。坂本のトスです。水沢のフェイント、これは拾っています。さあそしていい、これはタッチアウト、うまく取りました関口。先ほどあの木島監督のタイムアウトの時に関口にもっと打たせろと、はい、そうですね、打てるんだということを言ってましたけどね、はい、やっぱりそこまでね、ボールが回らないですよ、今。そうですね、今度はストレートスパイクをミサーが見せました。面白いように決まってますね。そうですね、18人の選手全員がこの徳文監督の自宅に下宿をいたしまして、この春の高校バレー制覇のために練習を積んでまいりました。さあ13ポイントからチャンスボールであります。しかしブロックにかけています。関口が決めました。現在前衛には大林と、そして関口と高橋がおります。しかし関口がですね、打って決めてもですね、相手としてはですね、それほど怖さを感じないんじゃないかと思うんです。あそうですか、やっぱり大林ですよね。あそうですね、早く調子取り戻してほしいですね。はい、13タイムでサイドアウト、今度はライから大林、これはブロックできません。昨日は肩の治療をいたしました大林、膝の方も故障をしているんですが、その痛みはないそうです。腹筋も痛めております。体調は万全ではありません。それにしても今大会大活躍の大林のサーブでありますが、あったこれは拾った、藤森の好プレーです。しかしチャンスボールは古川商業高校、ダブル A が出ました。あっとタッチネット、これは2番の坂本のタッチネットがありましたか。そうですね、はい、ようやく1点を返しました。気持ちよくありましたしね。そうですね、3対13であります。おっとこれは入った、サービスエース。さあ4対13、ここで今度はすかさず国民監督古川商業高校1回目のタイムアウトです。ヒロミがレフトの時にな、あのきちっとパスが来てるのによ、もうレフトってなんでちゃうんだ、やってきたことがヒロミがレフトの時にはバックスタンになったのか、ちょっと落ち着かなくちゃ、やってきたことを思い確認して、セッターが落ち着いてヒロミがレフトにもしないと、はい、使う、やっぱここで一方このセンターを使ってみる、いいか、次のセットのためにもな、みたいな、難しいよ、13点、はい、魔の13点、はい、ゲージプレイ。大島さん、この国分監督がですね、はい、バレーボールの監督になったのは春の高校バレーで日本一になりたかったからですと、いうふうに語ってましたがね、はい、今ね着々とね、そういう方向に向いてますよ ね、 あそうですね、試合内容がね、今日ブロックが出ました。4番の佐藤のブロックポイント、5対13であります。さあ見てみましょう、クロスを抑えましたね、内海のスパイクを抑えました。さあ5対13です、これが最後5番の大友のクイックであります。時間差攻撃、多彩な攻撃を見せます。いやしかし本当に安定して出来上がったチームですね。そうですね、古川商業高校の見事な攻撃であります。さあ今度はシークイックは関口、これを拾っています。さあそして内海香織のスパイクが決まりました。14対5、第1セットのセットポイントであります。サーバーは内海、さあバイトから関口、これはタッチアウトを取りました。そしてその関口が後衛に下がってサーブを打ちます。府中五中の出身であります。ここで、ね、14点相手が取ってますけども、本当にあの何点でもいいから調子を上げてから2セット迎えたいと思いますね。そうですね、
このままですとこの第2セットに影響しますからね、ジョージ戦としてはね、はい、さあこれで2回目のセットポイント、サーバーは5番の大友であります。1m74cm 大友のサーバーアウト。しかしむしろ古川商業高校の方が狙って思い切ってサーブってますね。そうです、はい、プレーをね一つずつが思い切って動いて思い切って攻めてますよ。あ、そうですね。さあチャンスボールは八王子実践高校です。どういう攻めを見せますか。佐藤のクイックを使いました。さあライトからチがブロック、小松のブロックポイント6対14。昨日の準決勝もそうでした、終日に第1セットを取られましたが途中から追い上げましてね、そうですね、それが好結果につながって2セット、3セットを連取して逆転で勝っております。あれはでもね、はい、レシーブが良かったですね。あ、そうでしたですね、さあ小松ですが、これはブロック決まりました。思わず手を挙げました。ガッツポーズは6番の海老原であります。これで3回目のセットポイント。うん、ゴシのサーブ。さあチャンスボールです。古川商業チャンスボール。坂本の左オープンのパスを、これは決まりました。第1セット15対6、古川商業高校が第1セットを先取しました。さあ左オープンから小松、2枚のブロックです。さあライトから坂本、リバウンドを取ります。左オープンに上がって内見、これは豪快です。とにかくこのブロックをね、ブロックが上がる前に打つのを気にしてますよね。そうですね、早いスイングですね。また1点差になりました。今度はうまく押し込みました。うん、これは八王子にチャンス。左オープンから小松ブロック、完全に小松についています。国分監督はですね、どれだけ拾うかということを言ってましたけども、はい、どれだけ止めるかとは言ってないんですね。あ、そうなんです ね、 ね、さあ見事なブロックでありました。さあチャンスボール、古川商業ライトから水沢、今度は左オープンに上がって一気にもう一点の結びです、ね、あっと、もう一点結び、今度は決めました。一人で15得点を挙げたんですね、はい、そのうちサーブで1点、ブロックで1点ですから、スパイクで13点と奈良国体の優勝の原動力になりましたが、とこれはホールディングを取られました。ご覧のこれが7番のキャプテンの内海香織であります。うちの海と書きまして内海と言います。それから9番の選手が内海と呼びます、はい、まあ、同じ字なんですけれども、あ、これもまた豪快、はい、ご覧の内海選手が後衛に下がってサーブを打ちます。仙台八木山中学校出身です。重いサーブですよこれ。あ、これいいサーブだ。チャンスボールは古川商業高校、現在9対9の同点。ライトから水沢、ブロックがついていけませんね。あ、そうですね、10対9と逆転されたところで八王子実践高校1回目のタイムアウトです。水沢が決めました。ブロックポイント12対9であります。八王子実践高校第一戦、あ、宮島選手が心配そうに見てますね。八王子実践高校の先輩であります宮島、うん、これも拾った中高です。13対9、これで一気に6ポイント連取しまして13対9、2回目のタイムアウトを取りました。前衛は下がって取れよって言わなかった、それからトス上げたらばその位置に立ってたんじゃ何もできないだろ、まだあそこにくっついて立ってんの、もう10点から11、13何にもしてないよお前、トス上げたら上げっぱなしや、これ遊んでるのは一人見たら負けるわ、思い切ってやって負けんないの、思い切ってやってないの、負けてんの、はい、おっ
9対7と八王子実践がリードしながら6ポイントこれで連取されました。ここまでの、ね、粘りがあるんですからね、もうちょっと持続しないといけませんね、はい、あ、そうですね、さあ大林ですが、これはブロック、今度は関口のクロス、よくブロックがついています。古川商業高校、さあ今度は関口ブロック、これは決まりました。14対9、また第2セット、セットポイントは古川商業高校が取りました。もう朝ぐっすりご覧の手が水沢、サーバーはキャプテンの内海香里、関口です。いい、今度はタッチアウト。しかし第1セットを井上さん、はい、取られてますから、はい、これはもうちょっと土壇場と言ってもいいでしょうね。そうですね、もう後がないんですから、はい、捨て身で思い切っても一人一人がね最高のプレーをしようと、あんまり気を取られないことですよ、ですね、相手チームに、はい、いつもは大変に明るいチームでありますが、ちょっとこの表情を見てみますとやはりもう 何かこう沈んだ感じがしますね。そうですね、こういうふうにね、困った時にはねみんなお互いの顔をよく見るんですよ、はい、ですからね誰かがね中心になって雰囲気を取り戻すように。あ、しかし大林が右側を止めました、うん、さあブロックポイントです、ね、はい、きっかけを大林が作らないといけないですね。あ、そうですね、はい、あ、完全にシャットアウトしました。10対14、うん、よく打ちました。9番の内海博美です。1m66cm と小柄の選手であります。さあ、内海博美に関してもね、はい、真っ向からねブロックの低い方を狙って打ちますでしょ、大林がね今まで3ポイント多いんですよね。あ、そうですね、これはね大林がいても枠って言いながらぶつける選手が多かったんですけどね、はい、そうはしてませんね。さあ2回目のセットポイントを流れました。八王子実践高校、大林がフェイントを決めてサーブに下がりました。サーバーは大林であります。しかしなんとなく左手で肩が痛そうですね。そうなんですね、はい、さあ明るさを取り戻して、はい、この春の高校バレーのポスターのようにですね、笑顔でサーブってもらいたいなと思うんですよね。あ、そうですね。さあその大林のサーブ、セッターにきちっと戻りました。さあライトから右側でやりますが、これは拾った、小松が拾っています。この2段トスはプッシュします。さあ古川商業のチャンス、ライトから水沢、今のトスなんかもね良くないんですよ、あんまり、ネットからずっと離れてきますしね、うまく打ちます。さあ3回目のセットポイントは古川商業高校、クイック、これをプッシュします。さあこの2番トスを内海が打てるか、打ちました。さあそして今度は関口、内海クロス、決まりました。第2セット15対10、これで第1セット15対6、第2セット15対10と2セット古川商業高校が連取しました。もう後がなくなりました八王子実践高校。さあこれから試合は第3セットに入ります。八王子実践高校、関口のサーブで試合が始まりましたが、さて大沼さんね、はいはい、これまであれほど活躍していた大林がですね、今日はあのスパイク成功率が 28% だそうですね。そうですね、少ないですね。まあ肩が痛いのかもしれませんけれども、しかしね、あの肩がね、もう手が上がらないくなるまでここのコートの中でね活躍したら悔いないと思いますけどね。そうですね、さあしかしそれにしても本当によく拾います、古川商業高校。さあ内海のスパイク、これは大林が上げます。藤森のトスを熊島打つ、これも拾います。いや本当にコートにボールを落としませんね、はい、あっとこれはしかし流しました。まあ各校の名監督がこのコートサイドで見学をしておりますが、戦場高校の大木監督の談話が入りました。八王子は去年の国体の決勝で古川に負けたのが響いている、選手が強行礼をしているようで、先行されると持ちたたえるだけの土台がないだけに苦しい、大林の立ち直りが鍵と、こういうことを言ってます。そうですね、やっぱり古川商業はこのメンバーですから、ええ、あのまたここで試合にあってもこの時のメンバーと変わらないと
これは怖いですよ。まあそうですね、それから就実高校、昨日大激闘を八王子実践高校と演じました。ベスト4に入りました就実高校の高木監督ですが、大林の出来が悪い、肩がよほど悪いのではないでしょう。大林抜きになると普通のチームになってしまう。レシーブで辛抱してチャンスにクイックを織り交ぜて古川をオープン攻撃に引きずり込まないと苦しいだろう、こういう談話であります。そうですね、今のブロックを、ね、大林は当たりましたけれども、ええ、このブロックが良かったですよね、今までの試合。はい、そうですね、ですからレシーブも楽だったと思うんですけどね。まずブロックをちゃんと間を空けないで飛ぶことを基本にしないとダメですね。あ、そうですね、さあ今小松のクロスパイクが決まりまして、ワンポイントを八王子実践高校が選手しました。さあ内海のスパイクです。さあ高橋のトス、左奥に上がって小松ですがブロック、これはよく大林がフォロー、今度はクイック、よく拾いますね。しかしこれはアウト、足を拾います。ポイント八王子実践高校で2対0であります。八王子実践高校の菊間監督の談話が入りました。セッターのトスが近すぎるので結局何もできないで終わっています。もっとトスを離せ、先ほどから何度も言ってるんだが、こういう談話であります。ご覧のこれが3番セッターの高橋です。それから8番の藤森、これが2セッターであります。大島さんどうですか。はい、そうですね、やっぱり好きなトスが、ね、上がってないんじゃないかと思うんですよ。いやいや、今のもちょっと向こうですね。そうなんですよ、もうね、全部人任せになってしまいがちですからね、負け試合というのは。あ、そうですね、ですからね、ここをね、積極的に自分が引っ張っていくんだという選手が6人にならないといけませんね。はい、拾って拾って、それが切り返せるかが勝負の鍵であると、ここは商業の国民監督が立っておりますが、これは長いサーブ、サーブミス、これで7本目であります。この試合7本目のサービス。さあそしてサーバー小松、いいサーブなんですがね、いいサーブなんです。あ、これはワンタッチありました。サーブレシーブがきちっとセッターに入っています。古川商業、あ、これも打ちるいいサーブです。いいパワーダイレクトしておりました。しかしね、ブルカーというチームはですね、全然疲れを感じさせないくらいによく攻めますね、動いて。あ、そうですね、去年の4月からですね、かつて2つ大英で活躍をいたしました早坂優子さんがコーチに就任いたしまして、4月からの12月までですね、毎日1時間陸上トレーニングをした、はい、これが体がしっかりしてきた基礎になりましたというふうに国民監督言ってましたがね、はい、これは拾えません。しかし2対2の同点でサイドアウト。ご覧のこれが関口です。やはりね、みんなね、それぞれ笑顔がないでしょ、はい、ここでね、作り笑顔でもいいですよ。やはりね、誰かがね、チームをね、まとめるために、また調子を出させるためにね、笑ってほしいですね。あ、そうですね、微笑んでほしいですね、はい。まあ、菊間監督は歴代チームと比べますとね、弱い方から数えた方が早いと、こういうんですね、ここまで来れたのはもう本当に不思議なくらいですと。いやー、でもこのね、大林はいますしね、小松だって調子のいい時はすごく高い打点でしょ。そうですね、強いチームですよ。はい、これはまた水沢がスパイクを決めました。この水沢のライト攻撃は見事ですね。どんどん決まってますからね、はい、さあ2回の同点から本田大林、その大林が後衛に下がってサーブを打ちます。西田の腰からライト、このレシーブですよね。そうですね、これは攻撃に結びつかないと、はい。さあ逆にチャンスボールは古川商業になった A クイックですが、これは決まりました。早い攻撃です。5番の大友でやります。1m74cm 吉岡中学校の出身で2年生、
吉岡中学時代は陸上の三種競技で宮城県のナンバーワンになっております。さあ内海のスパイクですがブロックリバウンドを取っています。今度はフェイントタッチアウトを取りました。うまいプレーです。内海香織、もうここに上がればねみんなが安心していられると、本当に技術を持った選手ですね。いい技術を持った、そうです ね馬力はありますしね、技術はある、はい、あと関口のスパイク、これはアウト。ポイント古川商業です。4対2になりました。ここでガタガタっと八王子が来ないことですね。そうですね。さあちょっと苦しくなりましたが、今度はライトから関口、これは拾います。本当に古川商業を拾います。そして内海、今度はツー、逆にチャンスは八王子。関口、あっとこれはノータッチ、いやワンタッチ、ワンタッチありました。5番の大友陽子が気持ちよく手を挙げました。飛んでないですよ。あ、そうですね、もうジャンプがね負けてくるとね疲れが増しますもんね。はい、そうですね、ここをね疲れを、この疲れをねぐっとこらえてですね、点を取っていったら逆転も可能ですよ。はい、第3セットも現在4対2と劣勢に立っていますが、さあ内海のスパイクが決まりました。この内海という選手すごい選手ですね。はい、まあ、あの本人に話聞きますとね、1回戦は良くなかったんですけれど、だんだん調子が戻ってきましたと、関心が多いと思いますって言いましたけどね。そうでしょうね、やはりそれだけ自分をコントロールできる選手だと思いますね。あ、そうですね、手のひらには強気と力村というふうに書いてあります。さあ現在4対2、トロビーですが、これはアウトであります。ノータッチ、6番の海老原のクイックアウトであります。この海老原選手は東京の小平四中の出身であります。後輩にはセッターの藤森がおりますが、コートを挟んで対しておりますが、あっとこれはスパイク決まりました。なぜあんなに止まってた八王子のブロックが止まらないんでしょう。あ、そうですね、とにかくあのこの試合は1、2セット通じて9本であります。このセットはまだありません。さあ今度は小松が決めました。パワーも十分、とにかくこの人のクロスパイクというのは超高校級と言われております。ドキドキスパイクが決まるっていうのは苦しいですよね。そうですね、しかもあのバックアタックも打てるんですけれど、この大会は1本も小松選手は見せてませんね。そうですね、練習の時は1本ね、はい、あの決まってましたけれども。あ、そうですね、佐藤のサーブブロックをフォローしています。今度は内海クロスです。これは決まりました。今のねレシーブもですね、1本で返すぐらいのもう向かっていくレシーブで、やはり積極的になることじゃないかと思うんですよね。はい、ライトから小松が決めています。さあ小松がここでサーブにレシーブにスパイクにと調子を上げてくるといいと思いますが。あ、そうですね、あ、しかしこのサーブカットもきちっと入っていますが、うん、ネット上の押し合いから小松のトス、大林が高く返しました。お、ダイレクト押し込んだ。さあ逆にチャンスになります。藤森のジャンプトスから関口、リバウンド内海、これはアウト、アウトです。内海ひろみのスパイクアウト。三姉妹です。妹の由美子さんは控えのエース、それから三女の優子さんは小学校5年生でセッター。まあ、あの弟の正彦さんが落合スポーツ少年団バレー監督、バレー一家であります、まあ、あの今日応援に来てますけれどもね、はい、やっぱり一番お姉さんがこういうね、ヒノキ舞台で試合ができるということは妹たちにもね、とってもいい影響を与えると思いますよね。そうですね、関口のスパイク決まりましてサイドアウトです。もうすでに肩のあたりはぐっしょりと汗で濡れています。1万5000の大観衆が入りました。東京の国立代々木競技場です。あ、必勝の横断幕が見えます。これは古商同窓会関東支部、まあ、とにかく古川市挙げての応援でありますが、
東京に来ていらっしゃる方も相当数今日は応援に詰めかけております。春の高校バレー初の決勝進出の古川商業。さあライトからの攻撃、これはブロックアウトを取りました。水沢です。やっぱり12名で戦ってない、そのみんなのね気持ちをですね、選手が夢をですね、はい、選手が本当に確実に自分たちで捉えようとしてますよね。そうですね、さあ大林が今ブロックアウトを取りました。そして大林のサーブです。ぬっとこれはどうかアウト。わずかですね、わずかですね、大林っていうのは角度のあるサーブでサーブポイントも多かったんですね。そうですね、まあ木島監督ももう極論すれば大林一人で勝ってきた、決勝まで来たと語っておりましたが、さあその大林が今日はちょっと精算がありませんが、さあ佐藤ですが、これはダメ。ポイント古川商業で5対4であります。笑ってますね。そうですね、今監督はね、なぜ今までね使わなかった佐藤を急に使ったのかというような用意がされてなかったですね。あ、そうですね、さあ今度は関口のストレートスパイクが決まりました。今小島さんが佐藤を急に使ったのかという話がありましたけれど、過去の4試合では7打数でわずかに2本しか決めておりません。はい、少ないんですよ。そうなんですね、まあ、もう一つジャンプ力はありませんけれども、はい、パワーのある選手では間違いありませんが、はい、さあ一塁のスパイク、これはつなげません。サーブ権がまた古川商業高校に移りました。第1セット15対6、第2セット15対10と2セットを取られておりました。後がありません、八王子線高校。さあ小松です。これはうまく打ちました。やっぱりね、古川商業の選手は下を向きませんよ。まあそうですね、古川商業高校バレー部の敵の中でナンバーワンのチームと言われておりますが、これもすごいスパイクです。7番のキャプテンの内海香織、これで4回目のサイドアウト。サーバー10番の坂本です。さあ左オープンに上がって小松ブロック、これはアウト。6番の海老原が取りましたが、これはブロックアウト。5回目のサイドアウト。さあここが一つの山になりますでしょうね。はい、サーバー佐藤、ブロック、これはよくフォローしています。さあそして内海ですが、これはオーバータイムし、ノットを起こしません。ポイント八王子さんです。5対5です。古川のトスですけどね、はい、決して1個は言えないと思うんですね。ああ、そうですか、ですけどアタッカーがねよくそこをねカバーしてますしね、はい、コンビっていうのはそういうものじゃないでしょうかね。なるほどね、今もちょっとトスが低かったんですね、はい、あっとフェイントですが、あ、これはタッチネット、大林にタッチネットがありました。サイドアウトです。声を出します。サーバーはキャプテンの内海です。オーバーし、1m82cm、最高到達点が3m6cm。 そうですね、これだけねリードされたり同点になってたりした場合にですね、大林がもっと積極的にですね、いろんなところから攻めるように自分で呼んだらいいと思いますね。まあそうですか、何が悪かったか、5対5の同点となったところで古川商業高校タイムアウトです。一生懸命の練習してましたけれどね、でまたサイドアウトでやります。いいサーブです。これはいいサーブ、サーブカットが乱れました。さあバックから小松が返しただけ、チャンスボールは古川商業高校でした。一塁のスパイクが決まりました。決まったなと思って誰だろうと思って見ますとね、内海なんですよ。あ、そうですね、6対5ワンポイントで下しました古川商業ですが、またサーブミス、ここ連続ですね。あ、そうですね、このショットは3つ目、都合9個のサーブミスがあります。サーバーは関口、前衛に小松が上がってきていますが、これは決まりました。またキャプテンの内海です。さあ
ここでですね、連続してサーブダブってましたんでね、入れておかないと立ち焦りっていう言葉があるんですよね。ああそうですか。これは怖いですよ。ああそうですね、さあ小松ですがブロックに引っ掛けています。宇都宮決まりました。見事なスパイクはポイント、古川商業高校7対5。さあ見てみましょう。もうねブロックがね抑える暇はないんですね。あ早いですね、通過するのがとっても早いんですね、はい、さあ今度は小松のフェイント、これはフォローします。さあ左オープンから今度は小松強打、右サーレフトスを上げましたがチャンスは八王子。小松クロス拾っています。坂本が強いました。そして内見決まりました。ポイント古川商業です。8対5、3点差がつきました。とにかく古川商業高校は点を重ねるとスーッと走りますもんね。そうなんです。やはりね古川商業はですね、どんなチームが相手でも自分たちの力を出そうと同じようなね精一杯のバレーをやると思いますね。そうですね、現在8対5、3ポイント抜け出しました古川商業高校です。まあ、国民監督がですね、6人が平均した力を持っているし守りがいいと、でとにかくサーブとサーブレシーブを大切にということですが、八王子実践高校のタイムアウトです。中田選手と見ております宮島慶子選手、八王子実践高校の出身であります。今日実は大林選手のですね、はい、右手に優勝とサインをしましてね、それからセッターの高橋選手にもですね、とにかく勝利というふうにサインしておりましたけれども、とにかく今のところはちょっと優勝からは遠くなってきております、はい、あここでまた7番の内海香織が決めました。ポイント古川商業高校9対5、4ポイント差がついています。嬉しくなっています。八王子さん、さあフェイント、これもよく返します。小松ですがブロック、強烈なブロックは八王子の水沢、はい、見てみましょう。抑えてますね、抑えてますね、はい、10対5ダブルスコア。ここで2回目のタイムアウトを八王子さん取りました。くっつけたらお前がまたなぜ下へ打つんだよ。みんな幅跳びしてるから何にもできないんだよ。何にも策がない。トスが悪いからただデタラメやってると言ってみたいでそれだけ。何にもない。トスが悪かったらそう何とかしようとかもないよ。はい、ね、バイ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 。これで八王子実践高校のタイムアウトはありません。2回の作戦タイムを取りました木間監督、最後の勝ちを入れました。本当に後がなくなりますね。後がなくなりますね。さあ小松ですがブロック、これはフォローしています。大林がフォローしています。さあもう一遍小松、これもよく取りました。すごいレシーブだ、すごいレシーブ力です。さあもう一遍小松がブロック、4番の大友が決めました。ブロックポイント11対5であります。このポイントで大きく前進しましたね。そうですね、10点よりもね先に出るっていうことがね、大きいですよこの差は。そうですね、しかし今度は小松が打ち返しましてサイドアウトです。もうずっとね1点取っただけでねずっと気が楽になりますからね、はい、さあここでピンチサーバーを起用いたします。12番の牛草ひろみであります。小平五中の出身で1年生、これまで5回ピンサーバーに起用されております。非常にいいサーブを打ちますが、右サーバーですがこれはブロックにかけた。さあ2段トスを小松がプッシュ、あこれを、ね、思い切って打たないといけない。あそうですね、はい、そして内海初球サイズを上げました。高橋のトス、さあ小松よころしています。そして内海、あっとこれはアウト、ノータッチであります。ポイント八王子実践高校6対11。小松はこのセットまで通算ではずか2本のポイントしかありませんもんね。そうなんですね。
やっぱり弱気になってますね。あ、そうですね。さあ、その小松のスパイク、これは決まりました。ポイント表示戦高校7対11であります。一戦の大応援団、汗ぐっしょりの小松、あっとこれアウト。この薄口のサーブ良かったですね、でもいい動きをしてますよ。あ、そうですね、7対11のサイドアウト、古川商業のサーブです。うん、これで決まります。パスアタック。さあ、そして一戦の小松、水沢のライト攻撃決まりました。ブロックがないと分かるとですね、はい、角度の強い攻撃をするんですね。まあ、そうですね。お母さんが声援に来ていますが、さあ、ここでまた八王子戦は4番の佐藤真希をコートに戻しました。12対7、5ポイント差、苦しくなりました八王子戦高校。さあ、大林ですが、ブロック、大林を取りました。水沢、13対7、優勝まで、初優勝まであと2ポイントであります。笑顔がないまま終わらないように。ああ、そうですね、さあ、これもサーブレシーブが乱れます。おっと、これは入りました。さあ、こういうチャンスを生かさないといけませんね、八王子一戦。そうですね、懸命に大友が追いかけましたが、さあ、レシーブエースのような形になりまして、サーブ権を取り返しました。八王子一戦です。また水沢、ライトから水沢のスパイク決まっています。この水沢選手が強化選手に選ばれておりますけれど、はい、本当に名付けていい選手ですね。いい選手ですね。ライトでね、あれだけで上手い選手、そうですね、今までに力もありますしね。あ、そうですね、最高じゃないですか。はい、さあ、これで5番の内海のスパイクが決まりました。14対7、ついに古川商業高校マッチポイントであります。さあ、マッチポイント、これは打てない。さあ、どこ使いますか。古川商業チャンスになりました。水沢、今ブロックは、これは入った。チャンスも流れました、八王子商業高校です。14対7、マッチポイントを流れました、八王子商業高校。落ち着いてますね。あ、そうですね、大友のスパイクですが、これを拾った。さあ、関口、ポイントのスパイク決まりました。ポイント八王子です、8対14。まだまだ分かりませんよ。はい、まあ、とにかくこの最後の1点というのがね、大友さんもこれ経験があると思うんですけれども、なかなか取れないんですよね。はい、これを簡単に取るチームというのは相当力のあるチームですよ。あ、そうですね、真剣な表情の小松、後がない八王子実戦。これもいいサーブ、セッターに入りませんが、5番の大友ですが、ブロック、大林をブロックに抜かれました。9対14、ここで古川商業高校2回目のタイムアウトを取りました。4番のカバー、6番だろ、バッターレフト使って1本放置したらダメなんだよ。それでチャンスを取ってお前なんだよ、それでチャンスを取ってお前が打つんだよ。早く勝つしダメだぞ、5点差あるから。今から絶対、この1点が耐えるんだ。この1点がセッターが落ちていて、大橋がセンターにいるから、そこが両端が攻めてくる、チャンスを取ってならダメ。そして相手のお前が打っていかなくちゃ、勝ち急がな、勝ち急がな、勝ち急がなという、はい、国分秀夫監督のアドバイスです。怖いんですよね。あ、そうなんですね、焦りがね、はい。さあ、また水沢、ブラッとプレーがありません。さあ、これで2回目のマッチポイントを握りました、古川商業高校です。サーバーは水沢。さあ、水沢のサーブ、セッターに戻ります。さあ、ライトから大林、粘ります。すごいファイトですよ。そうですよね、ジャンでボールを追いかけていきます。タラクもまたマッチポイントを抜かれました。サーバーは今スパイクを決めた大林、内海、内海のスパイク決まりました。
これで3回目のマッチポイントです。これはね、古川いい時にですね、宇都宮がね、前にいますよ。あ、そうですね、さあ、古川のスティークイック、こういういいプレーがあるんですから、もっと早くに出さなければいけなかったですね。そうですね、粘る八王子実践高校、サーバーは関口であります。左を踏んだ宇都宮、これはアウト、アウトです。4点差になりました。10対14。さあ追いつきますか。これで八王子戦が並びましたらね、すごい圧力がかかるんですかね。あ、そうですね、さあ関口のサーブ、今度はセッターに戻りました。クイック、これはうまく取りました。さあこれで4回目のマッチポイント。サーバーは5番の大友でありますが、ここでピンチサーバーを繰り出します。12番の新沼を起用いたします。新沼がピンチサーバー、さあこのサーバーどうか。高橋がトスを上げました。小松、これを上げた、よく拾っています。さあそして坂本、小松のフェイントですが、これはちょっと取られました。そして内海、タッチアウト。古川商業高校、春の高校バレー初優勝であります。第1セット15対6、第2セット15対10、第3セット15対10、圧倒的な強さで古川商業高校が春の高校バレー第16回春の高校バレーの覇者となりました。優勝いたしました。しかも王子アタッカーとして大活躍をいたしました。内海香織選手に、松平康隆専務理事から各選手に金メダルが贈られております。あ、やはりあの選手の顔にも涙が光っています。そうですね、しかしキャプテンは当然という顔をしてますよ。あ、そうですね、まあ、あの国分監督があの雑草バレーをね、自ら唱えて、本当に、ね、はい、素晴らしいチームですね。ミスのない素晴らしいチームを作りましたですね、はい。